はい、この間の中秋の宴がありました。10月のあれ何日でしたかね、9月の中旬頃でしたかね、ありまして、確か2日目だと思うんですが、2日目に国王とそれから女王様じゃない、なんていうかな、王妃を選ぶというこのコンテスト、これ毎年あるわけですけれども、私はですね、個人的に首里城で、大切な約1時間ぐらいのその時間を割いてですね、いろいろ僕はコンテストをするのは私個人的には反対ですね。というのはせっかくこの1時間、800席を準備しましたですね、それが後ろの方に立ち見がずっと出ていましたので、両方ぐるっとですね、多分あれは1200名ぐらいはいたと思うんですよね。そういう人たちでなぜあの場でその約1時間ぐらい咲いて、若い男の人の自己紹介、それ、綺麗な女性の方5名が揃って自己紹介して、であと偉い先生方が、小平子先生が最後に発表したんですが、やるかと。で、私の提言としては、那覇市民会館とかですね、この近くだと、ホテル日光、ここからちょっと見えてますけど、ホテル日光那覇でですね、結婚式場あたりのところである人々を選んで、決めていいんじゃないかと。その時整理券例の、その好きな人がいてですね、その人たちが僕は選べばいいんじゃないか。でそのじゃあ1時間何をすればいいかというと、踏み踊りはもう別にありますので、あまりその首里城がですね、これだけ800名あるいは立ち見が出て1200名の人を集めるんだったら、あえて増踊りをやったらどうですか。この1時間というのを7演目できるわけですよ。例えば増踊りで皆さんの人気のある道花とかですね、それからタンチャメとかムンジルとか花風とか鳩まぶしとか金岩天川、もう極めつけは関ジェクですよね。関ジェク、こういうものをそうですね、1時間だったら多分8演目ぐらいですよ。僕はこの1200名のね、アメリカ人もそうですけども、あるいは、本土から来た観光客、中国人、多かったですよね、その日は。その人たちがどちらかというと退屈のあまりこうパッとしない、どちらかというと動きの少ない、音楽は癒し、ピースフォルとか平和的でいい、その古典舞踊、首里城で、踊ってた古典舞踊、実はその明治になってから庶民のですね、農村の女性だとか、あるいは樹里というのは遊女というんです。遊女の踊りとかですね、あるいは農村、漁村の魚を取る男女の、その生活を描いているものとか、あるいはシヌブ城とかですね、ティーマートゥーとか、農村の娘たちの踊り、ルチバナとかですね、こういう鳩まぶしというのはまた八重山の小さいところに鳩間島というのがあるんですけども、そこをモチーフにした庶民の踊りとして明治以降創作されたわけですけども、やはり1時間ですね、800名の席が完全に埋まってですよ、で1200名の人が見たわけですよ、立ち見も出て。でこの人たちにこういう象踊りを見せれば、私はねとっても盛況で、またこの観光客が米軍、それから香港に帰る、あるいは本土の観光客も口コミでですね、沖縄の芸能というのは本当に多様性に富んで素晴らしいということで、首里城というのを見直すし、またバックレコードですね、今度からごそっとまず首里城に行ったら琉球舞踊を見て、それから次の行動に移るということですね。非常にその沖縄のなんていうんですかね、琉球舞踊のこの文化の深さ、多様性というかですね、それを1200名の人を集客したんですからね、それを広報する、宣伝する、僕は最良の場と思うんですね。だから来年あたりは私の意見としては、国宝とか王妃のそういうコンテストはですね、
やらないでこの1時間ですね、せっかく1000名以上のお客さんを集めているので、どうかその琉球舞踊にですね、古典舞踊だけではなく浄土にもあるし、あるいは黒島くずちなんかもいいですよね、創作舞踊ですよね、アミドーマーとか日傘踊りとかですね、あと民族舞踊でまあエイサーとかウスデイクとかチョンダラ、そういうものをですね、ベーッと最後の日はまあ、あの花火大会みたいにですね、あの大噴火ですよね、市場からね、全世界に向かってこれだけ沖縄の文化というのは多様性に富んでるんだということも、もう琉球舞踊による大花火大噴火ですよね、そういうことをぜひあの観光大使1年A 方としてはですね提唱したいと思いますね。そういうことで終わりたいと思います。さよなら。